あ、びっくりした。神田彩
でお送りする曲はブルートレインです。ブルートレインというタイトルは音楽の中に流れるブルースの要素や旅や移動を象徴する列車というイメージが組み合わさって名付けられました。で、作曲者のコルトレーンが音楽を聴く人々を新たな音楽の旅へと誘うことを意図しているとも解釈することができる曲になっています。それではソリストを紹介します。テナーサックス河本亜美香、トランペット竹地香音、それではブルートレインお聴きください。Thank you.
ブルートレインお聴きいただきました、次の曲は Stopping at the Savoy という曲です、2本目サボイでストンプっていうちょっと最初なんじゃそれってなったんですけど、サボイはニューヨークにあるダンスホールで当時では珍しい黒人の方も利用許可されたホールがあって、後にそこが白人、黒人の方が一緒に演奏する場となって、その結果スイングとジャズが生まれたという場所になっています。ジャズを生んだホールといっても過言ではない素敵な場所になっています。ストンプはジャズに合わせて踊る踊りという意味を持っています。というわけでサボイでストンプ、サボイでジャズに合わせて踊ろうになります。ソリスト紹介します。トランペット竹地香乃、トロンボーン竹地紫音、なんとジュニアジャズで何気に初の竹地兄弟ソロコラボです。ぜひお楽しみください。
むアルバムが発売されると、ブルーノートっていうジャズ専門の出版会社があるんですけど、空前のヒットとなって1965年のビルボード200っていうミュージックチャートで最高25位を記録したっていうすごい記録を持っている曲です。で、この順位を、すいません、曲に誤りあったんですけど、サイドバインダーでした、失礼しました。で、続きなんですけど、この順位を聞いてもいまいちわからないと思うんですけど、だからさっきビルボード200を実際に見たら25位にあの有名なテイラー・スウィフトが今ランクインしていました。それぐらいもう大ヒットを起こした曲です。それではソリストを紹介します。トランペット神田彩乃、テナーサックス小本亜美香、それではサイドワインダーをお送りします。それでこのジュニアジャズが結成されるときに
もカウントベーシーから直接クリニックを受けた曲でもあり、ジュニアジャズで長く演奏されている思い入れのある曲です。それではソリストを紹介します。ピアノ永田遥香、トロンボーン竹地紫音、それでは It's all so nice をお送りいたします。Thank you.
次の曲はピーナッツベンダーです、日本語訳でピーナッツブリという意味になります。でこの曲はキューバのハバナ出身のモイセス・シモンという人が露天商の屋台の人の掛け声から着想を得て、作曲作詞された曲になります。すごく陽気でさすがキューバで作られた曲っていう感じで南米のようなトロピカルな雰囲気のある楽しい曲になっています。ソリストを紹介します。ピアノ赤田遥香、サックス岡田凛、トランペット横川紫音。それではピーナッツベンダーをお送りします。
馴染まなかったという理由と、本当は何か歌詞がある曲で、その歌詞のゆったりさとフライっていうなんか伸びた感じの語呂が、語呂というか雰囲気が合うから、フライミントゥーザムーンに変更されたみたいです。なんか宇宙に、宇宙旅行に一緒に行こうと言ってくれてるかのようにロマン溢れて、失礼しました、ロマン溢れて、素敵な曲です。ソリスト紹介します。テナーサックス、河本亜美香。トランペット、竹内奈乃。
レッド・イット・アウトという曲を演奏します。じゃあそれでは早速ゲットイットを演奏します。